はい、僕ミッキーだよ。今日はね、今、社会を騒がせているこのリラ、トルコリラね、これについてちょっと考えていこうと思うんだけど、まずね、なんか市場を、まあ、動揺させているって書いてるよね。これね、もうね、みんながね、不安になってね、もう売りを煽ってるんだよ。ははこれどうしようもないよね。で、まあ、エルドアンのね、やる政策っていうのは、もう決まってるんだよ、大体。口で言って、なんだろう、口でね、みんな、ドルやユーロを買うな、っていうことを言ってるんだよ。ははそれだ、何にも政策になってないじゃん、って。はは面白い。ってことで、ね、言うだけなんだよ。ちなみに俺のこれ、キャラだからね。本当はこういう人じゃないんだ。いい？で、そうだな。まあ、いろいろ難しい問題があって、なんか、トルコリラをね、円に戻したら 1.9 円とかね、表示不可のとことかあるんだよ。はは、それは困るわ、さすがに。それ見た人はもうなんか、トルコリラなんで円に戻したら 1.9 円とか、表示不可なのみたいに なっちゃうじゃん。だから結局不安を煽るだけなんだよ、銀行のやってることは。だからどうしようもないって。まあ、新興国の通貨っていうのはね、そのリスクが高いんで、まあ、個人的にはね、まあ、やりたくないんだよ。結構ね、日本人ね、好きな人多いんだけど、これね、リスクが高いよ。特にね、脆い通貨ってことでね、言われてるからね、まあ、何個かね、対象になってると思うんだけど、それだったら、まあ、俺だったら、ハイルド債買うかな。いや、債っていうか、そのファンドね。だけど、ドル高の時はね、やめた方がいいんだ。まあ、そう、難しいところもあるんだけど、まあ、そうだな。特に今ね、アメリカがね、一番強い状態になってるから、誰もね、これ口出せないんだよ。わかる？だからユーロもね、いきなり売られたりしてね、生きてるのね、生きてる？つまりその、こう、市場が安定してるのをね、ドル円とか、ドル円ぐらいじゃないのか。ははまあ、ドル円ね、日本によって管理されてるからね、安定なんだけど、それ以外やばいよね、はっきり言って。どうしようもないよね。みんなやっちゃったなって僕は思う。そうだな。それぐらいかな。あと今日日経平均がね、400円も下がって、もうね、これやばいんだよね。まあみんな、空売りしてるっていう噂もあるんだけど、まあ、なんだろうな。空売りするよね。どういうことかというと、まあ、世界的に不安定だから。まあ、日本株って、まあ空売りもリスクヘッジでしてくるわけだ。まあそういう意味で難しいところなんだよな。どうしようかな。もうミッキーも困っちゃう。はい。ってことで今日はね、トルコリラとね、まあ日経とちょっと軽く喋ったんだけど、みんなね、注意してね。